はい、皆さんこんにちは。ミラボン、今日は4月の19日ですね。4月の19日、3月の8日から昨日までですね、4月の18日までフィンランドのレストランすべてがテイクアウェイのみで営業がなかったんですけど、今日から解禁でレストラン、お店の中で食べれるようになりました。イエーイ。で、今日は早速ですけど、イラポンのリクエストのなんだ、ラックスで食べたいです。ラックスね、ラックス行きましょう。ラックスはピザの食べ放題ですね。はい、まあ、ファミレス系みたいな感じのね、ピザの食べ放題のお店、いろんな支店がありますけど、今日はイタケスクスのイティスというね、ショッピングモールの中に行こうと思います。じゃあ行きましょう。はい、ましたね、イラポン。ここここここですね。ここがラックスになります。今日は11時から19時までですね。ガンガン行きますよ、行きますよ。で、ここラックスピザーですね。サラダもあり、そしてあ、デザートがない。お前いつもはスイカがあるのね、スイカとかあるんですけど、ないですね今日はね。あとは規模がちょっと縮小してます ね。あとはこちらに、あ、ピザがね、ピザがここに並んでます。ピザが並んでます。そしてここに、ここにですね、オニオンリングと、あとソーセージとかミートボール、ポテトと、このチキンが美味しいね。チキン、あとやはりこれもポテトのグラタンみたいな感じ。これがね、ラザニアがありますね。あとタコ。はーい。じゃあちゃん、何食べたいの？チキンだっけ？まずチキン。よし、じゃあチキン取ろう。よし。ドリンクはですね、こちらが炭酸水とか、いろいろファンタとかスプライト、コーラとかありまして、普通お水。ここはコーヒーメーカーですね。普通のコーヒーとか、あとカフェラテ、エスプレッソ、カプチーノ、あとはね、ホットチョコレートがあるんですね。ここホットチョコレートすごく美味しいです。あとはね、紅茶があります。はい、チーズポーポー。テイクアウェイなし。テイクアウェイなしで、いただきます。いただきます。イラポンは大好きね、ここ のチキンがね。チキンと卵ちゃん、まずこれから食べるのね、毎回定番ね。はい、ママはね、まずやっぱりあの血糖値を気にしてますので、ダイエットを考えてまして、サラダからいきます。んママはサラダ、サラダ。まずサラダから食べる。うん、おいしい。うん、おいしい。美味しいです。美味しい。ビデオ撮ってるからみんなね、不思議な顔してる。基本的にフィンランドの食べ放題は時間制限がないんですね。だから今日はひなちゃん、保育園が終わって夕飯だけど2時間は食べれるよ。イエーイ。日本はですね、結構食べ放題いっぱいあるじゃないですか。
ね、私はですね、日本の食べ放題ではしゃぶ用が好き。しゃぶ用。あとはね、しずら、しずらも好きで。しゃぶ用はしゃぶしゃぶのお店で、しずらはサラダのメインにした食べ放題のお店。今度行こうね。フィンランドの食べ放題は、本当にあの中華とか、中華の中にお寿司が入ってます。お寿司が入ると、なんだろう、何でも受けるっていう感じ。とってもこの、お寿司が入るだけで儲かるっていう感じで、皆さん、あの、一度はですね、あの、インド料理屋さん、ネパールのカレーのビュッフェの中にお寿司が入ったくらい。そんなこともあったね。皆ちゃん食べるの必死ですね。食べて食べて。チキン美味しいよね。ママも今度チキンとピザ行く？ホットもの行く、うん、普段はスイカとかデザートが結構豊富だよね。パイナップルもないね今日ね。どうぞ。パイナップルもないね。あとね、スープがあるんですよね、いつもは。トマトスープとか、日替わり、豆のスープとか、日替わりなんですけども、今日はそれもないね。まあ、初日だからね。どこまでお客さん来るかね、このコロナ禍なのでね、わからないので。まあ、とりあえずはね、美味しいのはあるから、食べましょう。とりあえず完食なんで、こちらはこのラックスはお皿は1枚のみです。1枚のみで食べます。じゃあおかわりしてまいります。ちょっと待ってね。はい、私はチキンとピザを持ってまいりました。ピザはですね、チーズのプレーンピザとあとサラミのピザをね持ってまいりましたね。私はこのチリが大好きなので、チリをガガガガッとかけて食べたいと思います。チキンから行こうかな。チキン行きます。あ、反対だ。チキン食べさせていただきます。行きます。美味しいね。このチキン美味しいよね。日本も確か手で食べた記憶なんですけど、こちらは全部フォークとナイフで食べます。まあ、手で食べて悪いってことはないですけど、皆さん一般的にはフォークとナイフで食べますね、うん、お寿司もそうですよね。日本だと手でね食べるのね。でも最近箸の人が多いからね。こちらはヨーロッパではやっぱり箸で食べてね、みんなね。
ですね。薄いのだから本当にポコポコ食べちゃうね。チーズが豊富だし、おいしい。このラップスは、中央駅の方とかにもね、結構いろんなところに支店があるんですけど、カルサタマにあるレディというね、ショッピングモールにもあります。いろんなところにあって結構人気です。地元っていうか、まあこちらの住人にとってはすごく人気です。前はですね、イダちゃんぐらいの子供は無料だったんですね。食べるのが無料だったんですけど、大人だけ払えば子供は無料だったんですけどね。まあ、あの移民の方というか黒人の方とかが大人一人で子供5、6人くらいね、ソマリアの方とか5、6人連れてきてしまって、まあ、それがちょっと一時問題になってしまってですね、2年ぐらい前からですかね、子供も料金がかかるようになってしまったというね、エピソードがあるんですけれどもね、でもまあね、ヒダボンが6歳以下なので、一応5ユーロ、ね、7歳以上だともうちょっと高いね、後でお値段をね、調べましょうね。さあママ、どんどん行くぞ。イダボンってやっぱりさ、品数は少ないよね。ねえ、早くコロナが収まんないかしらね。そしたらもっとね、スープとかデザートもね、クッキーとか全部出てたもんね、前はね。今全然なくなってデザートがない。ちょっとショック。そっか、マシュマロがあってね。マシュマロ食べて。わかります？こんな薄っぺらいの。超えるとわかる。こんなに薄っぺらいんですよ。ほんとポコポコ食べちゃう。でチーズが結構豊富なんで美味しい。ね。ママ、おかわりしてきます。でも、ピザ食べる？食べる。何枚食べる？2枚。2枚、よし、じゃあ2枚も食べる。ね、サラミとさ、パイナップルとどっちがいい？サラミ。サラミ、OK、じゃあ持ってくるよ。来たよー。全然映ってないよ。ほら、映った。ママ、これ、照り焼きのね、チキン持ってきたんだ。じゃあ、イルちゃん、ピザ、この、辛味ピザ。辛味ピザ。じゃあ、イルちゃん、2枚いきますよ、辛味ピザ。うぅー。おいしい？ママは照り焼き茶行こうかな。照り焼き茶、これね、照り焼きとね、照り焼きのチキンとパイナップルが入ってるこれ美味しい。今紫玉ねぎも美味しい。
皆さんのチキン食べていい？これいる？今度の土曜日さ、そうめんにも行こうか。そうかな、木曜日か水曜日の夜。ねえ、また木曜日ダメだ。ダメだ。木曜日行こうか。ママ飲み物持ってきます。お客さんがママとイドポンだけになってしまいました。何飲む？何食べる？まだあるからいいね。このさ、骨をちょっとこっちに。どうしたの？マシュマロ？マシュマロはまだ食べてから。また行ってきまーす。ピザ持ってきました。タバスコ、タバスコじゃないな、チリ。だって中央駅の方のラックスもさ、ラックスだともっと種類あるのかな、わかんないね。今度行ってみる？じゃあ行ってみましょう。ママもうお腹いっぱい。コーヒー飲もうかな。うん、もうホットチョコレート熱いから今持ってきてあげようか。うん、ママこれ食べるか待ってて。うん、お待たせ、ホットチョコレートとこっちがマシュマロです。はい、ママはショコラでかカカオ。ママはコーヒーを持ってきたぞ。いいよ。いいよ。あ、マシュマロ入れるのかな。シュー持ってこうか。
ちょっと待ってくださいよ。食べた食べれた。お天道様がカンカンに、ママすごい？スポットライト？スポットライト。リラちゃんお腹いっぱいになったね。リラちゃんもお腹いっぱい。ねえ、もう入らないね。ねえ、ギリギリの時間までいたね。ねえ、お店閉まっちゃったもんね。ねえ、じゃあもう今日は久々のレストランオープンということでラックスに行ってみました。はい、ではまたね、これからもどんどん食レポとか配信したいと思いますのでよろしくお願いします。では今日はこれで終わりにしましょうか。はい、はい、では皆さん、もいもーい。はい、2つですか。Ha ha ha!